活をやめるやめないをかけた試合で、なんと愛人契約が終了しました。終了してしまいました。なんかすごい説教してきて暴力を振るってきた女が一人いましたよね。そう、山下里奈、今週土曜日にまたこれがプロレスに来ますよね。ムカつくので、今度こそ、いや、めちゃめちゃもう土曜日でぶっ潰してやろうと思います。あの山下里奈の綺麗な髪の毛、ブレイズヘアっていうのかな、あれを一本一本全部抜いて美味しく食べようと思います。花園軍団の名前が戻ってきてましたよね。ということで、今日から花園軍団復活しようと思います。はい、俺が入るわけねえだろ。ごい、すごい助けてくれたのがみちおでしょ。はい、やらねえっつってんだろ。おい、はい、おいおい、一つ言っとくぞ、一つ、おい、その T シャツ受け取ってやるけどよ、おい、花園軍団に入るわけじゃねえ、おめえが好き勝手やってよ、ここのお客さんや子供が悲しい顔をするのがもう見たくねえんだよ。おいおいおい、お客さんを笑顔にしたいからおめえの面倒を見てやるだけだからな。おい、確かに、なんか私の方が若さもあるしね、
数字も持ってるし、若いし、可愛いかもしれないし、なんか山下よりも勝てるところいっぱいあると思うし、絶対私の方が若いから嫉妬してるんですか。好きかって言って、お今の全部聞こえてたぞ。数字とか若いとか、おなかなか痛いとこつくじゃないの。おいちゃんと人の目を見ようって前も言っただろ。お前人の目を、お前も一緒だ。お前もこっち来い。お前も座れ、早く座れ。明日シングルマッチの予定だったけど、おいもう今すぐここでシングルやれ。そうだ。僕らのユニットのコンセプトをもう一回思い出してほしい。はい。女子を大事にしてるって言うんですよ。はい、ここに困ったお困りの傷だらけの女子が。お困りですか。いや全然大丈夫です。全然大丈夫。おい、困ってると思って村に来ましたね。はい、影山さん、あんた随分ブレてんじゃねえか。おい怒って入ってくるよ。ピンクの下にどういう人ですかね。かわいいでしょ。花園軍なんだこれ。おいこんなに堂々とブレてるレスラーでも初めてだぞ。どっからどう見ても女子受けだろそれ。おいうるせえんだたまたま花園軍団が復活した。これは
ってるかほんまに、おいほんまにブーって思ったか今。なんで嫌なのかちゃんと説明してください。いや勝手に入れられたのも勝手に入れられたけど、勝手に辞めさせられて、なんか勝手に解散してるし意味がわからないよ。絶対嫌、もう関わりたくないから、ほっといて。もう今からシングルマッチやから。お主って言うな。お主、じゃあ分かった、はい、分かった。はい、じゃあこうしよう。おう、はい、私は GM だ、言うこと聞けよ。おお、どう今日は私がそのクリスマスマスク前に勝ったら、あなたの分だ。お帰り。え、普通負けたらじゃないの、そこお前が勝ったら、あなたの分だに帰ってくる。買ったら花の分だ。そう、オッケー。それだけじゃないぞ、おじ。はい、もしこのクリスマスマスクマンが買ったら、こっちが買ったら、おじは男性のり勝てる、勝てる、勝てる、いけ。Stop!